皆様こんにちは。博多阪急ヘアアクセサリーコーナー赤の赤木です。伊藤です。今回はスティックとシュシュを使いまして涼しげに見えるアップスタイルをご紹介いたします。これから浴衣を着られる方にもおすすめです。ぜひご覧ください。まずお髪を3等分にしていただいて、左右のお髪を後ろでまとめます。この時だいたい耳の高さぐらいで持っていただきまして、普通のプレーンなゴムでポニーテールの途中で止めてお団子にしてください。残ったお髪は全部まとめてもらって、三つ編みでもいいですし、今回こう軽くツイストにいたします。ひとまとめにしていただきまして軽くほぐします。そうしましたらこのゴムにくるっと巻きつけていただきまして、毛先は一番初めにお団子を作ったゴムに軽くかけてください。ある程度お団子ができたと思うんですけども、まだふかふかと緩い状態ですので、このお団子を広げて地肌につけるようにスティックをつけていきます。まず地の方向にスティックを入れていただきまして、地肌立つところまで起こしたらこうやってお団子を広げます。もう一つ目はその下ですね、だいたい2時の方向ぐらいに引っ掛けまして、立つところまで起こして入れます。そういたしましたらこちらのシュシュをかけていきます。シュシュは、ゴムが入っていますので、このまま結んで使っていただくこともできるんですけども、今回はこのかんざしと一緒に使っていきます。一度ひねっていただきますと8の字に間が2つ開きます。そういたしましたらこのスティックのお飾りの部分と、あとこちらから出てます足先の部分にこの開いた穴をかけてください。このようにいたしますと、普通ですとお団子の周りを全部一周しないといけないシュシュがバレッタのように早変わりいたします。こちらで完成です。いかがでしたでしょうか。合わせるシュシュによってイメージが変わりますので、ぜひ店頭でお試しくださいませ。